この人もしかしたら忘れる天才かもしれないと。僕の中では本当にその、ヒーローだから。イチロー選手がまた野球の楽しさを教えてくれましたよ、中学校。手品バーに行ったんですよ、トランプの。だからもう持ってこいの反応してくれたんやね。こんにちは。今回は川崎宗則さんと西岡剛さんを迎えして、 WBC では共に世界一にも輝いたイチローさんについて語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、イチローさんに関しましてはもう川崎さんはもう多分に世界中って言っていいんじゃないかな、が知ってるぐらいもう周知の中であることは、ね、はい、ですけれども、うん、まあ、西岡さんにとってこうイチローさんっていうのはこうどのような存在だったんですか？もうだからもう画面越しの方なので、はい、あまりしょっちゅうしょっちゅう会いたくないんですよ、逆に、うん、もう本当に宗さんみたいにこう僕らが知ってる仲になるぐらい密になりたい存在の方じゃないんですよ、うん、本当に。でも3年に1回、5年に1回でもいいから、うん、今また野球頑張ってますっていう報告だけでいいんです、うん、だから僕の中では本当にその、ヒーローだから、まあ言ったらウルトラマンセブンに会うみたいな気分だから、実在してほしくないの、あんまり僕の目の前では。すごい、今でもそんな気分です。なんか私はちょっとその西岡さんの気持ちがものすごく分かって、ね、あのなんかご縁があってこう自主トレを何回かやらせていただいたりしてるんですけど、うん、なんか初めてお会いした時はもう二度と会えない人って思ってたんで、いろいろ質問とかできたんですけど、2回目お会いした時にまさか会えると思ってなかったから、うん、もう吐き気がしちゃって泣いちゃってっていう状況だったので、だからなんかすごい本当にスーパースターでありヒーローであり、うん、ヒーローです。そんなに頻繁に会っちゃいけない人っていう思いの方が強いんですけど、うん、でも川崎さん違いますよね。いやいや、僕もそうですよ。本当にいつも頻繁に会ってるわけじゃないですから、皆さん。はい、なかなか会えないですよ。うん、まあ、でも、イチローさんにね、宗はイチローマニアだと言わせたぐらいの。うんうん、まあ、マニアですよ。はい、まあ、ちょっと見るとこが違うんですね。もうオタクなんで。オタク。どこを見てるんですか？アッパーカの靴紐の長さとか見てます。え、ちゃんと揃えてんなとか、はい、で大体ファッションいつも見て、この肌を見せたい先輩、必ずこのふくらはぎの肌を見せた、あ、今日もやってんな先輩はと思いながら、はい、やってんなって。今日のふくらはぎもいいの見せてんな、この上がり具合がきちっとしてんな。そうなんですよね、なんかいじってるようにしか聞こえなくなってきちゃった。まさか見ないでしょ先輩が、このチャンネル。怖いな、まさか見たら大事やの。でも川崎さんがそこまでこう、イチローさんにこう取りつかれたというか、そのきっかけっていうのは、もうやっぱり中学校の時に彼が210本打った、はい、あの年、うんうん、1994年、はい、1995年、96年とこの3年間のうち、僕は中学校、高校だったんですけど、彼を見て、まあ、いろんなことを挑戦できましたよね、うん、右バッターだったのを左に変えたり、はい、そういうのもイチロー選手がまた野球の楽しさを教えてくれましたよ、中学校、うんうん、時に。当時僕はいろんなことが好きだった、バスケットしたりバンド活動したり、はい、すごく野球以外のことをたくさん楽しんでた子供だったので、また野球にこう引き戻してくれた先輩が、うんうんうん、いつもそれはいつも話してます、うん。まあ、でもそれこそ川崎さんもこうメジャー行かれるときに、はい、イチローさんと同じ球団に入りたいっていうふうに言って、うん、でダメだったら日本に残るっていうふうにお話しされてましたけども、はい、まあ、だから結局マリナーズではチームメイトとしてプレーされたわけですよね、はい、うん、でそれがあれ、その年が初めてではないのか、 WBC の方が先ですね。はい、WBC の方が先です。2006年先にプレーしてて、はい、その後マリナーズ移籍して、うん、こうイチローさんと出会って、で WBC の時はその大会期間中なだけなわけじゃないですか、はい、でもマリナーズに移籍してチームメイトになってからは長い時間をいるわけじゃないですか、はい、その時にこうイチローさんとのこの出会いであったり、そして今に至るまで現在のこう付き合い方というか、どのような関係性になってるんですか？いや、もう関係は先輩と後輩の関係です。うん、うん、この関係はずっと切れることはないです。僕は先輩ですから、イチローさんが、はい、そして知り合いの先輩です。知ってる先輩です。あ、知ってる、知らない年上の先輩ではなくて、はい、知ってるお世話になった先輩なので、うん、その関係がずっと WBC の時から今でも、うん、その関係は一緒です。うん、先輩なのです。初めてだから、そのプレーを一緒にやられたのが2006年、はい、その時イチローさんのプレーを初めてこう同じチームメイトとして見た時にどんな風に思われましたか？いやー、衝撃的ですよ。嬉しい。フリーバッティングも釘付けっすよ。キャッチボールの姿も
すごかったし、うん、シートノックから来る球も本当に先頭でアップでも一番前で走ってくれるんで、僕とか剛、青木と一郎さんで4人で走って、うん、声もいっぱい出してすごい嬉しかった、うん、信じられなかったです、うん、西岡さんは2006年一緒にプレーされた時どのように思われましたか？まあだから本当にヒーローがここにいてると、うん、僕のヒーローが同じグラウンドでやってると、なんか喋りかけてないです僕はあんまり、うん、でも一郎さんがいつも1番2番組むことが多かったので、はい、もう好きにやれよとか、うん、お前もういいセンスしてるからもう感性でいけとか、うん、もう本当になんかそういう一言一言が、うん、僕の励みにもなっただろうし、うん、僕は宗さんみたいにこの近寄っていけなかったんですよね。でも遠目に羨ましいなと思いながらも、うんうんうん、でもいや俺はそれでいいかな、もう性格的に僕も人見知りなのですごく、はい、だからすごく存在のオーラにやられてました、うんうん、その2006年の WBC の際にこう一郎さんから学んだものというかこうっていうのってありますか？緊張感ある選手なんですけど、やっぱり一郎さんも剛も他のメンバーもみんなそれぞれ自分たちの仕事を全うするってことを考えたと思う。なんかね、一郎さんはチームで勝とう勝とうなんか言わない人なの、全く。そうなんですね。そんなことを言ったこともない、うん、ただ黙々と自分のプレーに対して準備をして来てやるから、それをみんな僕ら見てよしそれだ、うん、なんですよ。なんか集まってミーティングで勝たないといけないとか、うん、勝つとえいえいおーとかあんなことも絶対やらないし今日は勝つよ勝つよなんか言わないし、そういうところに僕らがまた一郎さんってうわいいなと思ったり、うん、西岡さんは同じです。同じ背中で引っ張る、やっぱプロ野球選手なの、アマチュアじゃないっていうのが分かったの、うん、アマチュア野球は優勝を目指すっていいよ、うん、監督が優勝するとはいバルコメ坊主でねはい、いいんだけど、もうプロ野球なんだから、うん、一人一人のプロとしての仕事を全うしようっていうのを、うん、また改めて教えてくれたと思います、うん、まあ、メジャーでこうあれだけヒットを量産されたイチローさんですけれども、そのあんだけのヒット数を量産できた理由っていうのはどんなところにあると思いますか？体型変わらなかったことかもわかんないですね、ずっと維持し続けて、はい、そして衰えささないようなトレーニングを積んで、そして毎日同じようなバッティング練習を毎日続けたことでしょうね。僕らって野球選手でオフシーズン入ると一回体休めるんですけど、はい、一郎さんはコンスタントにずっと練習をし続けて、ずっと年間通して野球をしてるっていう方なんですよね、はい、だから僕らっていうのは一回オフシーズンに体休めると1月の自主トレってみんなすごいトレーニングしてるじゃないですか、はい、日本のプロ野球選手って、はいはい、でもあれってコンスタントにずっと練習しとけばあんなきつい練習しなくていいんですよ。ここで1回シーズン終わって体休めてしまうから1月にその分取り戻すためにガーって上げていくんですよ。でも一郎さんの僕も自主トレ行かせてもらったんですけど、見せてもらった時にあコンスタントにやっとけば別にしんどい練習なんかされてないと思うんですよね。でもコンスタントに毎日続けることがすごいことだから、あでもそれも才能だと思いますよ。川崎さんは、僕もね、一郎さんと一緒にいていつも思うことが、はい、同じことを新鮮にできるってこと、うん、一回ちょっとすごくね、僕と一郎さんとで東京の手品バーに行ったんですよ、はい、トランプの、はい、一郎さんが連れてってくれたんですよ、はい、その時に手品してパーってやるでしょ、パーンつってパーンってやった時に僕初めて行ったんで、ここになんかマークがついてたり、手品師がやることにうわーっつってやばーと思ってたんです。一郎さんも、はい、やばなになになにって言って一郎さんが来て喜んでてうわですよね一郎さんっていう話があって、はい、うわ一郎さんすげーっつって、これすごいっすね、やっぱすごいなって言って帰ってタクシー乗って帰った時に、一郎さんこれここはもう最近ハマってるんですか、行ってるんですかって言ったら、28年前から行ってるだからもう持ってこいの反応してくれたんですよ、ね、連れてきて28年間行ってんのに
何その反応はってことは多分忘れてんじゃないかなって前やったことってことはそれを俺野球に置き換えて帰りに一人先輩をお疲れしたって言った時にこの人もしかしたら忘れる天才かもしれないと毎日新鮮なフレッシュな状態でバッティング練習をしているのかもしれない飽きるんすよ人間って脳みそに一番嫌なのは飽きることゲームでもクリアしてマリオクリアしたらもうそのマリオやりたいと思わないはず強し、はいはい、次はマリオ2マリオ3をしたいはずなのにイチローさんはマリオ1をいつも初めてマリオやったかのようにできるという才能がある、はい、いやすごいいやおっしゃってることはすごい確かにと思うんですけどどうしてもいじってるように聞こえちゃういじってないいじってないこれは新鮮な気持ちをキープできるっていう才能なんですよなのでバッティング練習も同じようなことをずっとできるスイングも同じような新鮮な気持ちでできる僕だったらちょっと疲れてる人はもう今日はもういいわとか今日は守備練習もういいバッティングしたくないとかもういいとかなるんですよ剛さんが右手を左とやって忙しいからバッティング練習なんかまあ今日も飽きたわで左でもできるわけじゃないですか一郎さんずっと左でしょ同じスイングをし続けるってことは彼の忘れる天才いつも毎日を新鮮な状態で迎え入れるというそういう才能があるんだと思います、まあ、でもそうですね野球の練習って大体こう決まっててもう決まってるじゃないですか同じことばっかりだから同じことばっかりじゃないですかそれをいかにこう新鮮な気持ちでやれるのかっていうのは前にその分変化だったり気づきが訪れるっていうことですよね毎年だからバッティングフォームを変えるじゃないですか先輩は、うんうん、206本打っても次の年変えるんですよ、うんうん、それはなぜかって思うと自分が慣れたくないんだよね、うん慣れたら飽きてしまったくないからバッティングフォームを変えたりするだからそういうのを多分分かってるのかなと思う聞いたことないけど怖くて聞けないけど本当に聞いてみようかなと思うぜひお願いします一緒に私もですかいやいやそれはちょっと私はあでもその試合以外野球以外でのイチローさんっていうのはどんな方なんですかもう本当気さくよ、うん、あとやっぱお酒を毎日飲む人なのでお酒を飲んだ時にすごく機嫌が良くなる人だから僕もお酒大好きなんですよだから俺お酒を先輩と飲み行きたい先輩赤ワイン一緒にって言ったらおーいいよって赤ワイン好きだからね赤ワインを継いでくれるんですねちゃんと飲んで先輩も継いまあ僕は継がないですあの先輩自分で継ぎたい人なんであと肉もそう自分で焼きたい人なんですよ普通焼肉行ったら先輩の行こうはい先輩焼きますが野球会なんですよ、はいはい、イチローさんと焼き肉行くと焼かなくて済みます皆さんしかもめちゃくちゃ肉が美味しい加減でポンってきます喋ってます肉と語れますなんならその前の牛と喋ってる可能性もありますワンちゃんコロナが落ち着いたらまた行きたいお酒一緒に飲んで、うん、すごくお酒飲んだら機嫌が良くなる人なんで、はいイチローさんぜひあのこの YouTube を見てくれてはないと思いますけどもあのぜひ、見てたら一緒に赤ワインを美味しい赤ワインを飲みに行きましょう最近は飲んでますか、まあ、毎日飲んでると思いますがまたこお体に気をつけて人生を幸せに過ごしてくださいありがとうございます西岡さんはこうイチローさんとお食事とかっていうありますありますあどうでしたかイチローさんはあのアメリカの時に僕も両親が試合見に来てて、はい、両親を連れて行ったんですよ、はい、でイチローさんと僕の両親と行ったんです僕は目の前にヒーローがいるのにうちの母親が、はい、もうイチローさんにイチローさん元気大丈夫体怪我したらダメよとかすっごいこう攻めていってる姿にすごいなんかもうイライラしててでイチローさんはねいつもね舞つまようじを持ってんの爪楊枝、爪楊枝、はい、自分のこの京都から取り寄せた爪楊枝を持ってらして、はい、それを父にプレゼントしてくれたの、うん、お父さん使ってくださいって食事食べたってことにその爪楊枝を父は未だに大事に取ってますいやでも使えないですよあいいねいいですね、うん、イチローさんがこうメジャー時代にこう活躍された試合というのもたくさんあると思うんですけどもその中でもお二人が最も印象的に残ってる試合っていうのはどの試合になりますかメジャーリーグではい、メジャーでメジャーでメジャーで、もういっぱいありすぎるからねありすぎるねでも僕はメジャー行っていきなりサードから、ライトからサードにレーザービームでバチーンとドーバーに行った、うんはいはい、まずあれでイチローさんというものをなんか見せつけた場面でもあったと思うんですよね、はい、メジャーリーグででもそれがなんかすごく鮮明に残ってますね、うん、僕は
川崎さんは。僕はやっぱりメジャー4000本あった、うん、日米部4000本あった時に僕がたまたまブルージェイズで上がってセカンドにいて、はい、そのボールを僕がもらったっていう、あの試合はもうパクろうとしたもんね。そうですよね。でもあれでも結局あれもらえなかったん。いや実は。あ、もらえたんですか。僕が持ってるわけないでしょ。なんだ。なんでやな。びっくりした。まだ騙された。騙されたね今。きれいに騙されてる。持ってない持ってない。俺が持ってたらどうなんのこれ。殺されるんちゃうかこれ。もらってもちゃんと飾らないもん。あ、飾らない。飾らない。俺ら飾らないから物を。どうする。今までのなんかゴールデングラブ賞とかベストナインとかの盾とかもどこにあるかわからない。そこになんか執着ないから、うん、今がベスト、今のこのお水の方が美味しいっちゅう大事やからまあでも僕はその時の3999っていうの分かってたんで、はい、うん、もうぜひ俺のとこ来たら俺が裁くから、やめとけよやめとけよやめとけよって言ったら見事にサード戦打ったから、よしよしって俺がもしするしたら俺が打たせたみたいになるってチームメイトからめちゃくちゃ怒られるかもしれないから、まあ嬉しかった、あの時はやっぱ衝撃的でしたね、うん、まあ、ヤンキースのユニフォーム、ね、ブルージェイズまたちょっと違う感じだったんですけど、うんうん、まさか中学校鹿児島でやっててこんなことになるとは思わなかったよ、うん、ヤンキーススタジアムで。でも一つやっぱ夢が叶った。うん、夢叶った、うん、やっぱりイチローさんと一緒にプレーできたのは本当に僕にとっては財産だし、うん、うん、最高の瞬間、うん、で今でも先輩としてしっかりと先輩後輩という関係なんですけど、うん、友達じゃないから、うん、すごく僕は尊敬してる先輩です、まあ、こう現在に至るまでにこう多くの日本人野手としてのこうメジャーリーガーがたくさんアメリカに行ってますけれども、このイチローさんが残した功績っていうものはどんなところにあると思いますか。まあ、功績をもう見たら分かる通り10年連続200本、うん、オールスターも何回連続10回連続、うん、こんな選手いない、うん、でまたアメリカの野球のスタイルとはまた全然違う、大谷翔平さんとも違う、はい、日本人の独自のバッティングスタイルを、うん、イチローさんがそのまま日本人としての戦ったよね、刀持っていったんですよそのまま、うん、大谷さんは今マシンガン持って銃でダーンダーンダーンってアメリカのやつおいちょっとかつてこれはいいのあるやないかいダーンですよ、まあ、そんな感じイメージ的には。ただ先輩は侍ですよやっぱ、そのまま五右衛門のようにシャッシャッでアメリカ人を魅了させたんで、うん、本当に日本人としての活躍っていうのはイチローさんしかいないかなっていう、うん、大谷さんとはまた違 う大谷さんはやっぱアメリカを楽しんでアメリカっぽいじゃないですか、でイチローさんはやっぱ日本って感じがするの。確かにそうですね、日本人なの、はい、っていう、それが僕らはすごい誇らしいんですよ。うん、西岡さんはいかがですか。功績ですか。はい、もう功績はもう僕らがなんかあんまりコメントしたくない、なんかあの人に対してぐらいの存在の方なんですよ、うんうん、なんか僕らが一言コメントするだけでもうどの目線からコメントしてるんだろうっていう風になるから、うん、そうならないよ、お前の目線からコメントやればいいよ誰もそんなの何もそれは誰かが言うからね、西岡、うん、何西岡偉そうに川崎偉そうに、うん、でもそんなんで人の話聞かなくていいの、素直に。でも功績って難しいです、うん、功績難しいですね。功績はちょっと違う、まあ、もう残してるものはもういっぱい残されてるから、うん、もう見たらウィキペディア見れば皆さん分かるでしょう、ね、あれがそんなイチローさんがこう引退を発表された時どう思われましたか。うん、やっぱ信じられないのが先かな。やっぱり正直言うと50打席ではちょっとまだ足りないと、100打席からいい味が出るのに、うん、サービス監督本当サービスねえなと思った監督人生で初めて監督批判した、うん、サービスねえこいつはと、うん、分かってない、105打席目から調子上がってくるタイプなの、うん、50打席で結果が出る、今でもそれは言ってるわ、うん、先になんかお話とか聞いてたんですか。いや何も聞かないです。何も、うん、今後イチローさんのような選手っていうのは現れると思いますか、ズバリ。現れない。現れない。うん、一生。一生。彼がもう作ってきたものとは誰もできない。うん、まあいろんなタイプが出るでしょう。うん、大谷選手が出たり、いろんなタイプ出て楽しめる。イチローさんはイチローさんでしかできないし、うんうん、彼のような動きをできる人はいないでしょう。うん、いなくていいじゃない。うんうん、いてほしくもないわ。
はい、ということで今回は川崎宗則さんと西岡剛さんをお招きして永久保存版のイチローさんについて語っていただきました。チャンネル登録高評価の方皆さんぜひよろしくお願いします。そしてこういう話が聞きたいなどありましたらコメント欄までお待ちしております。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。